もう今日なんてこうライン見ないもん、魚見てる。な、反応するやつがいない。反応しきれないね。すぐでしたね。今のは残念ながら見ることができなかったですが、ラインがピッて動いたの。あの旋盤とリールは旋盤と C2000 っていうのが、まあ一般的に管理釣り場用のやつなんですが、ここあの三角形の底辺がですね 120m あります。ですから本当にでかいのかけてバーンって走られると、まあ、あの自分がある程度動くことによってそれでも 100m いるんですね。でこいつ今あの5ポンドのライン、 C2000 に5ポンドのライン巻きますと 70m ぐらいしか巻けないんですよ。そうすると足んなくなるんですね。ほらどん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 糸出てくじゃん、ね、まだまだあの糸巻きはありますが、今度逆にこっち来ます。大変、今度こっち行く。すっげえ早い。ね、オスです。あ、危ない。君ルアーが見えてない、ルアー見えてない。糸切れる。ここからもうあのもう口の中に入っちゃってる時にはすいません、無意に引っ張りっこしません。歯で切れちゃいますから。今だいたい一般的なあの、ラインの太さがだいたい3ポンドから、昔はね、あの 1.5 ポンド2ポンドなんていう糸を使ってた方いたんですが、今トーナメンター以外はまずいませんので、だいたい普通3ポンド、もう2ポンドすらもう今糸屋さんが作らなくなってきてます。なんで売れないから。今度5ポンドになってきますと、5ポンドは C2000 でも、ラインキャパが足らないんで、どうするかというと C2500 というリールを使います。こうすることによって5ポンド、5ポンドラインが 100m 以上巻けますから。5ポンド 100m ってなってますが、ナイロンラインを巻く分には110から120ぐらい巻けます。どうです、一匹でこんなに楽しめる魚ってね。あーやばい。今コンクリ触りましたからね。うち。ギリだね。ほらもうスナップしか見えてないもん。
はい、メータースプリネットでございます。ベイルを返して糸を出さないと、ここでネットでぐるぐる回ったりなんかするんですね。巻く時がありますから注意しないといけないです。渓流や湖で大型のマスたちと出会えることはあまりない。特に初心者アングラーならなおさらである。しかしエリアであればそれが可能。これも魅力の一つなのではないだろうか。ラインに傷がついてるとね、次のフッキングで一回で切れてしまう。あとあの糸ね、必ずすいませんお持ち帰りください。いい感じじゃないダークグリーン。今回ちょっとね秘密兵器も持ってきてるんで、どんな、あれこれあのロールスイマーってやつじゃない、ロールスイマーなんですが、アルミ、ロールスイマーのアルミ、あのほぼほぼここの釣り場ではこのまま使うことはありません。なぜ針が細い、まあ、とりあえず一応ノーマルのまま今行ってみましょうね。これも31という針がついてますね。で今これ1番を使ってるんですが、アルミのやつってこうやって厚みがあるんですよ。厚みがあるイコールこうやってほらこう綺麗に動かなくちゃいけない。できるだけラウンドの太い部分っていうのを使ってくださいね。太いやつ、僕は昔からダブルクリンチ穴がありまして、ここで上で4回ほど1、2、3、4回ほど入れまして、ここに入れます。つまんで、あ、切れた。たまにミスすることもあるんですね。ノットは重要。もう一度ダブルクリンチノットで結び直す。押さえて。もう大体、80ポンドぐらいまでのラインはほぼこれで縛ります。ではアルミニウムのロールスイマー、アルミ、この大きさ普通、5g のウエイトあるんですが、こいつは軽いです。 2g ちょいです。一瞬反応しましたね。来た。あーダメ、戻った。次、あーダメ、戻った。糸の小さいのですね、80ぐらい。さっき2回食ってくれたやつは来た。いただき、あのアルミニウムのアルミ色っていうのはどんな色、つまりあの魚の鱗ってこう具はあのぬめりがあるでしょ。ぬめりを取るとその中に色素が残るわけですよ。まあ、それが金色だったり銀色だったりするんですけど、その色素がグアニン色素って言います。グアニン色素ね、それはあのこういう金属系で、見るとですね、アルミニウムが最も近い、要するにグアニン色素に最も近いと言われるのが、だからボディ自体がアルミニウムだと
要はもうまさに魚の鱗そのもの、だからイワシの鱗そのものになるんですよ。なぜあの沼田はじめが昔からアルミでルアー作るのかというのはそこにあります。で、基本的によく昔からのありますあのハンドメイドのミノとかありますね、あれアルミホイル使うんですよ、鱗模様に。もうまさにグアンゲン色素で、ちなみに今ニジちゃんです。まだ朝の7時ですが、2時です。うわ入る、よし。太いね君も。後でこの太さの秘密をお教えしますが、今見たい？じゃあこんな感じです。巨大なニジマスを育てポンドへと放流している鹿島槍ガーデン、その秘密は餌。ここは全部養魚場なんですよ。で今養魚場でこれあの網がかかってるところは小さなマスが入ってます。この餌見てください、色の濃さが違うと思うんですね。僕らがよくダークグリーンっていうのはまさにこういう濃い色ね、黒やダークグリーン、ブラウン、ね、このちょうど断面図のところがそうなんですけど、これあの 8P と言われる大きさです、ね、あの大きければ大きいほどいいんですね。これあの実はですね、あの小さいあの餌だけ入れてるところっていうのはですね、あの小さいものしか反応しないね、大きな餌をあげてるところは大きいもの、大きなものに反応する。そしてあの栄養価も非常に高い。さらにですねこれにニンニクをまぶしたようなそういうことまでやるのがですねこの鹿島槍だから、伊藤がですねいつでも婚姻色のように赤いね、そういう伊藤が釣れたりなんかします。いやーあー思わず食べたくなっちゃう。あーいい匂い。でもマスにはなれないな俺。こだわりを持ってマスたちを育てている鹿島槍ガーデン、多くの努力と愛情がポンドのマスたちに注がれている。さあなんとなくこの秘密が分かりましたね。ここの餌のやり方とかそういったものでこういろいろね、餌の違いでこういう風な太い魚ができるんですよ。もう綺麗じゃんね。ほらビューティフルだよニジちゃん、いい色愛しておりますね。この辺のこのピンクピンクしてるところもね、いい感じです。よいしょ、はい、ありがとう。さらに大型のマスを求めポンドを移動していく。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。